お笑い芸人ピースの又吉直樹44が13日、ジョルジオ・アルマーニ表参道店のオープニングセレモニーイベントに出席した。又吉は寝る前に電気を消して目を閉じてからの寝るまでの時間にいろいろ考えているのが好きだと告白。しかしそれで眠れなくなる時もあるそうで、なかなか寝つけない時期に友人に相談したら、好きな漫画やアニメのキャラクターが野球をしてるところを想像すると3階の表には眠れてるという話を聞いてと前置きし、実行したら白熱して9階裏まで行ったことがありますと明かした。眠れなくなることもよくあるんですけど、いろいろ思いついたら起きてなんか作ってみたり、このエピソードもエッセイに書いたりとか、撮れる前の時間が創作につながっていると語っていた。